ケプラー11は白鳥座の方向にある太陽と非常によく似た恒星である。年齢は約80億年と推定されている。2011年にケプラーによる観測から太陽系外惑星を6つ持つことが確認された。これらの惑星の存在が確認された当時、惑星が6つもある恒星系は他にグリーゼ581系と HD1180。 系しか確認されておらず、太陽系外惑星系の中では最多であった。またこれまでに見つかっていた惑星系の中で最も小さかった。ケプラー11の惑星系と太陽系の彗星、金星の軌道トランジット法で存在が確認された惑星は6個であり、地球とは似た、素性のものはない。このうち D、E、F には水素の大気があり、B、O、y び C には 水素、ヘリウム、水がある可能性が示されている。ケプラー11の惑星系は、複数の惑星が発見されている、惑星系の中では、最も密なものである。6個の惑星は、すべて、金星軌道の内側に収まっており、そのうちの5個は、水星軌道よりも内側である。6つの惑星の大きさと光点半径を相対的に示した図。主星は、 惑星に比べて1、50のスケールになっているなお、グリーゼ581系で発見が報告されていた6つの惑星のうち3つはご検出であったと考えられている。ありがとうございます。